タラコン、タラコン、で、見た20期の読み方がなんかあれだね、19期とか20期か、すごいね。そう、水色です。今日は友達と遊んだんですけど、水色を着ました。目からなんか違う気がする。なんでだろう、シュールムだからかな。あとラメ少なめ、ここしかしてないですね。あと雨でまつげが下がった。あとマスクでこっちのまつげがめっちゃ下がったですかね。雨降ってる。どこもいろんなところが降ってる。なんかでも雨の中濡れながら日傘に二人で入ってゲルでパリピ。いや、そんなことないよ。でもね、友達は多いですね。カレンは少ないけど、カレンの今日の友達は多いです。友達が、たくさん旗ありがとうございます。カラコンがカピカピになってきた。でもね、なんかね、新しいカラコンが届いたからね、開けるのが楽しみです。なんか家出る直前に届いたから、まだ全然開けてないんだけど。チーム友達、明日の公園行くとき雨。あ、明日のさ天気も雨なの？マジで嫌だね。ケイモトちゃん BGM ない。なんかね、寝てた。カレンが帰ってきてた。すやすやでしたね。なんかお昼多分たくさん遊んでた。自転車もしたり水鉄砲した。あ、でも水鉄砲を友達に川にかけられて泣いてた。でもかけ合いっこだから仕方ないんだけど。髪の毛染めて見える。本当茶色に見えますか。今日はパサパサ雨で染めたいな。明日明後日雨なの？嫌だな。彼は晴れ女なのに。雨だとテンション下がります。あと髪の毛がねダメになります。だから明日の髪型何にしようかな。やっぱポニーテールとツインテールが多いんだよな。お髪似合いそう。ほんとに？じゃあブルベってこと？なんかロッキーで一番は7年ですかね。染めてる。ここ点ですけど、
カテンカカテン。なんかアンケート取ったことあるっけ、好きな髪型ない？ツインテール、巻き髪、巻き髪はね似合わないのあんまり。ミクネと連絡取ってるよ。え、今海外にいるの？ミクネ、え、マジで言ってる？連絡取ってないです。でもコンサートの前日とかフラゲヘア、あ、してほしいってこと？好き、好きな髪型はみんなの。明日の、明日してほしいの？クラゲはないね。好き？クラゲ高めツインね、この前したね。オーストラリア、えー、なんでなんで、お仕事すごい。編み込み、編み込み、どの編み込みだ、全編みかな。天使、あ、ピンクの時の、あ、高めツインね、ありがとう、嬉しいな。好きなのね、みんなツインテールが。でも2回連続ツインテールはちょっとあれなので編み込み、全編みかな、編み込みだと結構いろんなところで編み込みしてるよお団子もありだね。あ、クマ、クマはミクネーの卒業コンサートで一回やりましたね。ハーフアップ、ハーフアップね、あんまりしてないね。なんかコンサートとか撮影とかフェスドットエールとかしかしてないね。あ、全編みが一番だった前回のアンケート。そうなんだ、そうなんだ。だから編み込みっていう人は全編みかな、全部まとめて編み込むやつ。お団子、カチューシャみたいな編み込み、そういうこと。編み込む、あ、ハートやつ、ハート作るのも可愛いよね。ハートは施設員はしないけど、施設員が絶望的にやらないのでしないけど、どっかでハート作るのはありかな。前髪だし似合わないよ。ショートとかしたことあるよ。やってるやるやる。ショートの頃の写真あるかな、彼の携帯には多分ないんだよね。なんか小1らへんだからショートは。で伸びるの多分ちょっと早い気がする。最近ポイントしてましたっけ？ポイントはね結構してるよ。目撃者もしたでしょ。結構してます。
じゃ明日先多分いなかった気がするんだけど、楽しかった気がするんだけど。リサキは明後日は行って明日がいなかった気がします。楽しい、なんでだ。17?17? もう出たの？15以降のスケジュール、お化粧バッチリ、メールで待ってます、ショート、ママが持ってた。明日はちゃんと撮る。花さんボブだから何ができるんだろう。ボブってさ、何がありますか。ミクネの言いざいごめん、したい。ひなたんってさ、たくさんいいねしてくれるんだよね。多分いろんなメンバーにしてるから、カレンは6期生のアカウントにもログインしてるんですけど、それでよくゆいなが投稿してるじゃないですか。それだからゆいなのその投稿にいいねしたら彼にも通知来るんですよ。安井ひながいいねしましたって。かわいい。11のパジャマもいないです。私すごい、そうなの？マジで嬉しい。あっという間ですね、160回も。に当たったところで、嬉しい。ルーパー始まった、もしかして。大丈夫？ルカス後半少ない？ループはしてない。ルカス後半、もう出たんだ。悲しいね。でもなんかまあそうですね、忙しいですので6月は6期アカも監視配信です。6期アカも見てます。あ、ハイタッチ会があるのね、6月後半はね。忘れてた。楽しみだな。6月と7月。彼も7期生から私テレビ局のリコインデビューするのが気になっているんですけど、でもまだ7月 ?7 月後半とかだった気がするよね。ココハのデビュー日って違う？明日公園行くよ。ありがとうございます。誕生日公園なくて、いつが誕生日なの？じゃあ誕生日の日はお家でゆっくりしたりして、誕生日の近くに公園来ておめでとうって。
月さんから新しい仕事、うわ頑張ってください。月のうちのポテンシャル、しばらくってどんぐらい、楽しい。これはイブちゃんが、イブちゃんが1個上です。カレンはイブちゃんの1個下です。イブちゃん、鳥崎とマリアちゃんの1個下です。山川マリアちゃん、6月7、じゃあ6月9は出るから6月9でもに言うか、6月2、6月9がいいかな。おめでとう。ハイタッチ会、カネレットのハイタッチ会、どれぐらいクイズか。ハイタッチ会は優しくします。ハイタッチ会はね、みんなの手が潰れちゃうから。近くの公園中に目撃者出ないじゃん。5期生の工藤遥香さん、会いましたよ、あの去年の周年で。かわいい。今日休みやな、大変だね、日曜日なのに。明日ここでんだと思ってたけど、チケット出た。あ、じゃあ当日券でよろしくお願いします。待ってます、当日券で。きっと明日も空いてるので、ぜひ来てください。ご飯真っ赤にならないよ。確かに、クルネイジュどのぐらいチェックしてくれないってみたい。チェックしてほしいんですか。手のひら鍛えてるの？じゃあ彼も手のひら分厚くしとかないと。卒検とか劇場にあるの？あるので、詳しい方に聞いてください。彼も全然詳しくないので、当日検とかわかんない。じゃあ私はまだおいでいます。いいじゃん、明日福岡に来てね。ハイタッチ会枚数結構あったから、彼にハイタッチも、本当？彼に使ってくれるの？嬉しい、ありがとうございます。わあ、彼に皆さんお片寄せになりたくてさ。何これ、犬？犬？猫？犬？犬と口？これ犬か猫か犬なんだけど、犬、私のやつは犬タワー、ありがとうございます。かわいいワンちゃんタワー、タワー、ありがとうです。わかる、本当にどこでもドアが欲しくて、本当に遅刻した時でも行けるでしょ。でこの雨の日も雨に打たれずどこでも行けるでしょ。バスとか電車とかの費用がかからず行けるでしょ。いろんな
いいところしかない。どこでも行ける。迷子になっても怖くない。はい、タッチ会おそらくワンバックス、あ、いるのかね、みんな言ってるね。そうなんだ、カオスにならないことはない。あ、猫これにゃ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 なんだ。なんかふわふわしてるからワンちゃんかと思った。外国にだって行けちゃうよ。パスポートいる？パスポートはいるか。じゃあバレないよね。行きたいな、韓国とか。今は当日でも公園入れる。うん、空いてれば。帰国して鹿児島に帰った時よって、帰った時によっても、うん、なんか土日は埋まってる時もあるけど、平日だったらほとんど空いてるので、ぜひ来てほしいなと思います。生誕祭とかやったら待ってるかもしれない。猫派犬派もどっちも可愛いですけど、ちょっと犬派ですかね。でも本当にどっちも可愛くて、どっちも愛してる。でも散歩させたいかも、犬を。タイムマシンかな、欲しいの。ああ、それもいいね。もう何でも欲しいね、もらえるのであれば。じゃあ兄弟はいます。二人妹がいます。どっちかいレインがね、誰となるんだろうね。7期生も参加するのかな。うーん、どうなんだろう。そしたらね、かわいいな。妹ちゃん寝てるからおとなしいです。メンバー、姉にしたいメンバー、妹にしたいメンバー、妹は、リサキかユイナ。でもユイナちょっと生意気そうだな。で、姉は ねまあ姉のつく人は全員姉にしたいので姉なので姉って呼ばせていただいております。今 K-POP にハマってる子、悲しい。彼もハマってるけどさ、その話をするときに来たり。9月からホテイトグループの推しが誰もいなくなるので、本当にカレン楽しになります。嬉しい、ありがとうございます。ちょっと寂しいね。でもね、5月ね、ありがとうございます。キサキ年上なんだよね、うん、でも妹にしたいの。ひなたんも可愛いね。お姉ちゃんって来てくれそうだね。ちなみにまだ泣き戦に憧れてないはずです。っていうか、そこまで喋ってないからね。
7期生に聞いてみたいですね。高3組で一番お姉さんはみゆかな、みゆかな、みゆかれんれいやかな、いやかれんみゆれいやの可能性もあるな。なんだけでもずっと楽しい、泣く、ありがとうございます。さっきはみんな同じ、1個上が1人いて、同い年2人いて、であと年下って感じですね。美咲はね1個上の概念ない。うん、あやねちゃん、リュウトね、リュウトあやねちゃんね、かわいい、ほっぺがかわいいんですね。先輩の意気込み、でも本当に先輩になったことがないから逆に教えてほしいんですけど、先輩の心意気。6万レアないですか。あ、誰だっけ、みなみちゃんだっけ、ダメ、あ、違う、みなみちゃんじゃない、誰だっけ、あの子、あ、みゆちゃん、ダメです。先輩はね、後輩に焼きそばパン、焼きそばパンなんて近くにないですけど。なんかそうなの、ちょっと参考になります、買いに行かせます、どこへでも行って。そうです、7期生に愛され教え込んでいくんです。カレンね、生ハムの部位きっとね見つかる気がするんですよね、カレンの直感でも。7期に行かないように私は見張っていますから、みんなのツイッターとか見てますから、覚悟しててください。9回優しく1回は厳しくしたり、マークイズだったらキャラメルフラペチーノ買って、彼やったらマンゴーパッションティーフラペチーノの T 抜きのトール買ってこいって言えばいい。ねえ、ウケる、動画撮られる時も真顔で言ってる、真顔やめて、真顔はねピンクがお気に入りで嬉しいんだよね。生ハム朝ず、あ、見て、めっちゃいい朝だね、生ハムの朝って。カレンはバナナの朝食べました、バナナヨーグルトです、バナナヨーグルトフルグラの朝です。ガチャガチャバレた、なんか爪飛ぶやつ、爪を整えるやつでね、チカチカしてました。
アビスパちゃん可愛いと思うだけ行かないで。アビスパちゃんはダメ。カレンが可愛いなります。アビスパさん、甘川取るやつです。甘川を取りますよ。でも苦手だからいつもね、汚くなっちゃう。今ね、ブルーロック見てた。あ、今じゃない、朝。え、バナナブリュレフラペチーノが出るらしい。でもどんな味なんだろう。ブリュレもう全然食べたことがなくて。硬いのは知ってる、見た目でカチカチってしてたのみたいな。ブリュレてねえの資格取った、すごい。やばガレンもなんか資格取りたいな。ロッキーは可愛い、ガレンが一番可愛いよ。ありがとう。アイチーさん爪切りしてたの？じゃあカレンも天川処理しましょうかな。明日公園見に行くね。あー嬉しい、ありがとう。楽しみだね明日ね。ここ店です。戻ってきてくれてありがとう。ブルーロック あと1分今日は20分からでしたが、来てくださってありがとうございます、うん、じゃあランキング読めます。13位高秀さんありがとうございます。12位カートさんありがとうございます。11位キタさんありがとうございます。10位ウゴウゴさんありがとうございます。9位どうもひろしさんありがとうございます。8位バラ86さんありがとうございます。7位フランさんありがとうございます。6位チロクマさんありがとうございます。5位ハピーチさん、スライム悪魔さんありがとうございます。4位 PK ストリスガリさんありがとうございます。3位フニオさんありがとうございます。2位は山田ちゃんありがとう。1位はカリンひなたん語り知りになりたくてさんありがとうございます。タワーもたこさん、なんか前髪がおかしいな。まあいっか。おやすみクスジュース美味しそう。カレンの愛それいくらでもしますよ。でもこっち動かすやつしたらちょっとここが痛くなりましたけど、まあ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 、ありがとうございました。あと3分です。
バレた？そう、 TikTok で流行ってるやつ。ツツ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 ツありがとうございます。ちじまありがとう。今日という一日が永遠の一日になりますように。ありがとうございます。長崎福岡県出身って言って、なんか17歳、伊沢美優です。じゃあありがとうございます。社長頑張ってね。みんなのツイッター見てるからね、嬉しくも悲しくもなるのでずっと見てます。ありがとう、おやすみなさい。驚かないでね、見てるよ。5月もあと少しです。おやすみなさい。5月も頑張りましょう。6月も頑張りましょう。もうすぐで半、あと1ヶ月で半年終わります。え、見方が変わるから無理だって。なんでなんで、ということで、おやすみみんせみ、おやすみくつです。頑張ろうね。明日も頑張りましょう。見に来てくれてありがとうございました。また見に来てね。またするとき見に来てね。バイバーイ。タウン気をつけてね。頑張ろう、負けずに日々。ガラガラが会いたいです、もちろんです。おやすみ。縦にも横にも伸ばしたしてみよう。目が大きくなった。横に伸ばすだけでも大きくなる。